い、どうも、玉すがれです。じゃあ早速続きやっていきましょう。大勢いればいいことずくめ、サポーターも借り放題だ。見てくれてセンキュー。今日の視聴者プレゼントだ。はい、ということでね、プレゼント、マグネタイ、はい、ゲームも無料、イエス記念パーク、あかんかんかん、はい、ということでアイテム受け取りましょう。一個か、はい、では、続きの方やっていきましょう。よく来たなルーキー。ストーリーかな。では第5話いきましょう。またしてもあなたに伝えることがあります。実はリベレーターズの他の仲間から悪魔を借りられるのです。そうなんや。いわば助っ人機能、まるでゲームみたいですね。悪魔召喚アプリの凄さには驚かされます。1日1回しか借りれない。つまりいいフレンドを見つければ強い悪魔を追加で連れていける、そういう話です。植物的で現代的ですね。ではサポーターを連れてバトルを始めましょう。はい、では行きましょう。メガキンのとこの。デコ領域の痕跡はあちこちにありますが、事件そのものの目撃者は見つからないですね。素敵なサバゲーグッズショップですね。影響を受けてガンマニアになりました。動画投稿サイトメガチューブ、あそこでアメリカ人がビールを飲みながらいろいろな銃を撃っている動画、そういうのをチェックするのが私の安らぎです。将来の夢は何でもいいから銃を撃つ仕事に就くこと。銃がないなら死ぬしかないじゃないですか、なんて話をしているうちにまた敵の悪魔です。いたぞ。準備完了。行くぞ。強いこのサポーター
な無事だね。はい、うん、第5話終了なので次回は第6話いきたいと思います。それでは失礼します。